フィジカル面の重要性が唱えられる昨今のサッカー界、しかし心肺機能を低下させるタバコを実は喫煙している選手たちがいるのをご存知でしょうか。今回はそんな選手や監督たちの喫煙エピソード50連発を紹介していきます。抜群の攻撃力を持ち、元日本代表で J1 の浦和レッズに所属するフォワードの興梠慎三。興梠慎三が一人いれば得点数は倍増するとファンから評されるまでの得点力を誇る彼には、実はヘビースモーカーであるとの噂がつきまとう。その根拠になるような情報は全く出回ってないが、興梠が写るある写真には、ちょうど右下にタバコの箱っぽいのが見えており、喫煙をしているのはほぼ確定ではないかと言われている。またこれを見て、メーカーはマルボロではないかと考察するファンも。J リーグの中で最も厳しい目を持つと言われる浦和サポーター。完全に受け入れるのは結果を残した選手のみ。興梠はそんな浦和サポーターに、浦和のエースと呼ばれるほどの実力と運動量を誇っている。SNS では、興梠ってタバコスパスパなのになんであんな動けるの?とコメントされるほど、むしろ興梠の場合はタバコがストレス発散に一役買っているのかもしれない。ちなみに興梠は酒も好きで、居酒屋で酒を片手にタバコを吸っているところが目撃されていたよ。飲んだ後に締めのラーメン屋や吉野家に行っているとのこと。吉野家に酔っ払っていき、居合わせた客全員に奢ったという伝説があるほど。守備的ミッドフィルダーの出口洋介、持ち前の運動量を生かした守備でピッチを縦横無尽に駆け回るプレーを武器とする選手だ。そんな出口にも喫煙疑惑が浮上している。伊手口と交流のあるラッパーとの飲み会の席で、伊手口のテーブルの前に置かれたタバコが写った写真が SNS 上でアップされたのだ。当時伊手口は未成年ということもあり、ネット上をざわつかせる騒ぎとなっていた。この時一緒に飲み会に参加していたラッパーのことぶきくんは、タバコは伊手口のものではなく他の人のもので、アルコールではなくちゃんとウーロン茶を飲んでいたと SNS 上で説明している。ネット上では、あの風貌であの写真だと疑惑が上がっても仕方ないかもなどの声が上がっていた。それに伊手口といえば、10番での豊富な運動量を生かした守備が持ち味の選手でもある。それに対して、タバコ吸ってあんだけ動けてたら異次元すぎだろとは、伊手口のトップレベルのプレーぶりに喫煙の可能性を疑う声も上がっていた。続いては、浦和レッズの下部組織出身で、韓国やポルトガルなどの海外チームを渡り歩き、現在マレーシアのタムジク FC に所属する攻撃的ミッドフィルダーの国本貴弘だ。たびたび素行の悪さが取り上げられる選手ではあるが、もちろん彼もタバコを吸っていたようだ。そんな彼が韓国の京南 FC に所属していた頃、韓国メディアの韓国日報が、16歳の時に浦和レッズでデビューしたが、タバコを吸うなどの素行不良を理由に追い出されたと報じられている。これに対して、そんな昔のこと蒸し返してやるなよと同情するファンもいたようだ。喫煙や素行不良がフューチャーされがちな国本、しかし京南 FC 所属時に ACL で鹿島アントラーズと対戦した際に強烈なボレーシュートを決めている。そのプレーぶりをピッチで見た元日本代表の内田篤人が、当時の強化部長に獲得を熱望したようだ。代表レベルの選手に認められるプレーで、彼にはあまり喫煙の影響は感じられなさそうだ。元イングランド代表のレジェンド、ウェイン・ルーニー、マンチェスターユナイテッド所属時に通算253点のゴールを決め、クラブ1位の通算ゴール数を誇る。そんなルーニーは選手時代に喫煙している写真がたびたびメディアに公開されている。路上で火のついたタバコを吸っている様子がマスコミに激写されてしまったようだ。当時マンチェスターユナイテッドの監督のアレックス・ファーガソン監督も喫煙に関して割と寛容で止められてもいなかったと言われている。当時ワールドクラスのプレーを連発するルーニーにはタバコの影響は微塵も感じられなかった。さらに本人は喫煙について、当時ヘビースモーカーではなく消費量もそれほど多くなかったと語っている。ストレス発散程度に吸っていたのがかえって良かったのかもしれない。チームのエースとしての重圧から、どちらかというとタバコよりも大量の酒に浸ったりアル中のような生活を送っていたとも話している。さらに2010年にも喫煙の様子が目撃されている。南アフリカで開催されたワールドカップにイングランド代表として参加したルーニー、大会後に友達や家族と共にマンチェスターで会食した際にウォッカを飲み、数人の友達と一緒にタバコを吸ったことがスクープされた。選手時代は元スペイン代表の攻撃的ミッドフィルダーとして活躍し、現在マンチェスターシティで監督を務める名将ジョゼップ・グアルディオラ。緻密な戦術を用いたパスサッカーで、直近のマンチェスターシティでは世界最高峰のプレミアリーグで5度の優勝に導いている。そんなペップも葉巻を吹かしている動画が出回っている。ペップがイギリスの世界的バンドであるオアシスの曲を満面の笑みで熱唱しながら、めちゃくちゃごつい葉巻をスパスパしている動画が出回っている。その様子に、葉巻めっちゃ似合ってて渋すぎなどの声が上がっていた。バルセロナやバイエルン、そしてマンチェスターシティと強豪チームを長年率いているペップ。負けることが許されないチームで長年監督をする重圧は計り知れないだろう。葉巻での一服は大きなリラックス効果をもたらしており、緻密で画期的な戦略を立てることに役立っているのかもしれない。現在インテルマイアミ CF に所属するフォワードリオネル・メッシ、前世紀はゴールを量産し、ファールをしないと彼のドリブルを止めることが困難と言われるほどのキレキレなプレーで、歴代最多の8度のバロンドール賞を受賞している。そんなスーパープレイヤーのメッシも喫煙が噂されている。噂の発端となったのは、2011年のバカンス中にタバコのようなものを加えているリオネル・メッシが隠し撮りされた写真が公開されたことだ。しかしタバコに火はついていないようにも見え、喫煙をしたのか本当の真相は分かっていない。しかし同年に出場していたスペイン一部リーグの2011-2012シーズンでは、バルセロナ FC のアタッカーとしてプロキャリア最多の50ゴールを決めている。仮にタバコを吸っていた上でのパフォーマンスだったと考えると、異次元すぎる活躍となった。
続いては元フランス代表で世界最高の選手の一人と呼ばれる司令塔ジネディーヌ・ジダン。選手時代はワールドカップ、欧州選手権、トヨタカップ、チャンピオンズリーグなどの主要タイトル全てを獲得している。そんなジダンは愛煙家として有名だ。ジダンはスポーツウェアのまま喫煙している写真をメディアに隠し撮られており、喫煙していることは間違いないだろう。ちなみに彼の母国フランスにはジダンという銘柄があるが、ジダンがジダンを吸っているかは不明。ジダンは現役時代から愛煙家だったと言われているが、 FIFA 最優秀選手賞、バランドール、ゴールデンボール賞などの個人タイトルを総なめしている。タバコでリフレッシュできたことが良い結果につながったようだ。サッカーファン以外にもよく知られているジダンの頭突き事件。2006年のドイツワールドカップ決勝のイタリア戦で、イタリア代表のマセラッチへジダンが頭突きをして一発退場している。ちなみに頭突きをしたのは延長前半5分だったため、もしかしたらヤニが切れてイライラしていたのではないかとの皮肉めいた声もあった。続いてはマウリツオ・サッリだ。彼は重度のヘビースモーカーとして現地のサッカーファンに知られており、タバコにまつわるエピソードをいくつも持っている。サッリは試合中ベンチでよく喫煙している姿が目撃されていた。セリエ A のルールが改定となり、ベンチでの喫煙を禁止とした。他のチームの監督はベンチでの喫煙を諦めたが、サッリは当時所属していたナポリに自分専用の喫煙エリアを作らせ、試合中にタバコを吸い続けた。ナポリ時代に師弟関係にあったストライカーのドリー・メルテンスにも喫煙エピソードが暴露されている。将来監督になりたいか聞かれたメルテンスは、監督になることはないだろうね、あまりにもストレスフルだよ、サッリは1日で5箱もタバコを吸うんだから、みんなはどう思う、と驚異の喫煙量を暴露されていた。喫煙量の多さには驚かされるものの、ユベントスをセリエ A の優勝、チェルシーをヨーロッパリーグの優勝に導いたこともある名将であることには違いない。この喫煙が監督業のプレッシャーを跳ねのけて結果を出す大きな要因となったのかもしれない。続いてはイタリア代表でカタールのアルアラビドーハに所属するマルコ・ベッラッティだ。ベッラッティといえば2人負けしない屈強なフィジカルに加えて抜群のパスセンスを誇る彼も喫煙している姿が何度もスクープされている。彼の喫煙が発覚した際の写真は思わぬところから流出していた。パリ・サンジェルマン時代に選手たちが家族を連れて集まった会合でのこと、同僚マルキーニョスの奥さんがその様子を SNS 上にアップした。しかしそこには楽しそうな表情で喫煙するベッラッティの姿が映り込んでしまっていたのだ。身内からのまさかの流出で喫煙していることが全世界に知れ渡ってしまった。これ以降ベッラッティはタバコを吸っている写真を4年も連続でスクープされている。このことからタバコを常習的に吸っていたことが推測できるだろう。常習性のあったベッラッティだが、あのスター選手ばかり抱えるパリ・サンジェルマンに9年間も在籍し276試合に出場したことを考えると、タバコによるプレーへの影響はさほどなかったようだ。特にオフシーズン中に喫煙姿が目撃されることが多い。イビサ島や南フランスのサントロペでバカンスを楽しんでいる際に街中での歩きタバコなどが目撃されている。休暇中に羽目を外して存分にリラックスすることで高いパフォーマンスを維持していたのかもしれない。ジャンルイチ・ブッフォン、長年にわたって強豪ユベントスの守護神として大活躍し、セリエ A でゴールキーパーとして史上初の通算500試合無失点を記録している。そんなブッフォンも喫煙する姿がスクープされている。ブッフォンはシーズンが終わった後のバカンスでビーチに寝転んでタバコを吸っている姿がスクープされている。この写真にはナイスバディなビキニ美女が写り込んでおり、ネットではブッフォン羨ましいとの声が上がっていた。ブッフォンは特に試合後の一服を楽しんでいることもよく話題になっている。2017年チャンピオンズリーグ準決勝でモナコに勝った後も車の中で吸っていたところが目撃されている。元チームメートでデンマーク代表の悪童ベントナーにも練習後のクラブハウスでブッフォンがタバコを吸っていたことが暴露されている。タバコを吸っているところが多数目撃されているブッフォンだが、現在44歳までセリエ A の第一線で戦った。晩年は出場試合こそ減ったものの、息の長い活躍を見せている。ゴールキーパーということで心肺機能が直接プレーに影響を与えるポジションではないことも良かったのかもしれない。続いては強烈なタトゥーと破天荒なライフスタイルで知られる元ベルギー代表ミッドフィルダーで、現在インドネシアのバヤンガラ FC に所属するラジャ・ナインゴランだ。ナインゴランといえば攻守に優れた万能型ミッドフィルダーで、豊富な運動量や競り合いの強さが持ち味の選手。しかし彼も自他共に認める愛煙家。そんなナインゴランはタバコを吸っていることについてこう言及している。タバコを吸うことの何が悪い、俺は肺を鍛えているのさ、それでリラックスできる、何の問題もない、普通の仕事をしている人間も喫煙できないのか、と豪語している。ナインゴランは愛煙家とは思えないほどのピッチを縦横無尽に駆け回るプレイスタイルの持ち主。もしかしたらタバコを吸って肺を鍛えているのは彼曰く本当なのかもしれない。ちなみにベルギー一部のアントワープに所属していた際、喫煙禁止のスタジアム内で電子タバコを吸ったことが発覚し謹慎処分を受けたこともある。ポーランド代表で現在ユベントスに所属するゴールキーパーのボイチェフ・シュチェスに、196センチの体格を武器に鋭い反応やジャンプしてからの驚異的な伸びと高い身体能力が持ち味の選手。シュチェスにはアーセナルに所属していた若手選手時代に喫煙していたことが発覚している。アーセナルに所属していた2015年、彼はサウサンプトン戦で0対2に敗れた後、シャワー室でタバコを吸ったことが発覚。当時名将のアーセン・ベンゲル監督から尋問を受けて、それを認めたシュチェスにはクラブから300万円ほどの罰金処分を受けた。クラブから公式に喫煙していたことが明かされた施設に、しかしその後2019年にセリエ A 年間最優秀ゴールキーパー賞も受賞する活躍ぶりを見せ、現在も第一線で戦う名ゴールキーパーだ。ゴールキーパーというポジションからタバコはプレーに影響をもたらしていないようだ。
続いては攻撃的ミッドフィルダーの司令塔としてドイツ代表やアーセナルで活躍したネスト・エジル。絶妙なボールタッチにピッチを俯瞰する視野、そして圧倒的なパスセンスはあのクリスティアーノ・ロナウドも絶賛するほどのものだった。そんなエジルも喫煙している姿がスクープされている。エジルはビーチで仲間たちと喫煙している姿がスクープされている。さらにアーセナル所属時には公の場での使用が禁止されている水タバコを購入している姿をスクープされたこともあった。同時期には先ほど紹介したチームメイトのゴールキーパーシュテスにも喫煙しており、ピッチ外でベンゲル監督の頭を悩ませていた。そんなエジルは2014年のワールドカップでは全7試合全てに出場してドイツの優勝に貢献している。ちなみに決勝トーナメントのアルジェリア戦ではチーム最多15回のチャンスメイク数を記録している。プレッシャーのかかる国を代表した大会で結果を出せたエジルにとっては出演が良い影響をもたらしてくれたのかもしれない。さらに元イタリア代表で現在トルコのアダナ・デミルスポルに所属するフォワードのマリオ・バロテッリ。バロテッリは若手時代からピッチ内外でいくつもの悪童エピソードを持つ人物。そんなバロテッリはヘビースモーカーとしてとても有名だった。バロテッリはドンペリ片手に肌に水タバコを吸っている姿や街中で歩きタバコを吸っている姿がスクープされている。やはりピッチ外での暴れっぷりもさすが悪童と言われるだけのことはあるようだ。そんなピッチ外での破天荒な姿がよく取り上げられていたバロテッリだが、ピッチ内での実力は確かなものがあった。インテルやミラン、マンチェスタシティなどの強豪クラブを渡り歩き、2012年のウェファ欧州選手権で大会得点王を獲得する活躍を見せていた。タバコを吸っていても活躍できることを証明したようだ。というわけで今回は実はタバコを吸っているサッカー選手監督にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入ったものをコメント欄で教えてください。そして最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているのでぜひご覧ください。それでは皆さんさようなら。